はい、皆さんこんにちは、みやぼうでーす。今日は近畿の国23を全員でワンバンしたいと思います。よろしくお願いしまーす。はい、ということでね、これね、動画撮っといたんですけど、なんか、なぜか、その実写の方の映像が、お修理をしてしまって、ポシャってしまったんですけど、まあせっかくちょっとワンバンしたんで、ちょっと見直しながら、ちょっと見ていく形で、許してください。はい、ということで、よろしくお願いします。ってことでね、やっぱりね、反射、しかも星4号の善逸を入れるってことでね、やっぱ道中はね、その、貫通4体のね、普段の適性連れていくよりは、やはり少しだけね、いや、少しどころじゃないな、だいぶね、難易度上がると思う。まあ、そこはまあ、しょうがないよね。その代わり、ボスステージ2、3をやらなくていいっていう構成なんでね、そこまでに全力出せるからね。はい、ってな感じで、まあ、今プレイしてるように、2、3でね、1、2ステージ目はうまく抜けてきました。いや、ここのブリトラめちゃくちゃうざいっすよね。めちゃくちゃ強い。ブリトラってほんとね、ムカつくキャラですね。ほんとに。で、この善逸なんですけど、まあ、基本やれることはないんで、まあ、静かにしておく。それか地雷を移すだね。やっぱ地雷、俺なんかこれ順番さ、エクスカリバーと善逸並べちゃったからさ、その地雷回収できれば2番目に置いといた方が良かったもん。これはちょっと順番ミスったね。その代わり2番目にエクスカリバー置いとくとね、こういった感じで結構固定打ちでねできるんですよね。はい、まあ、他のキャラでも多分できるような気がするけど、エクスカリバーの安心感で、僕普段エクスカリバー2番目に置いてるんで、そういったことになってしまいました。慣れてるやつでね行った結果、まあてな感じでバトル3も突破と。で、次に、中ボス1かな。エスカトロジーの、まあこいつね、まあこっから結構ね、アバウトな打ち方してるんですけど、まあ送り主して、まあ斜めに弾いてって届けばってことだったんですけどね、届かなかったっすね。まあ GG と。で、前逸はやることないんで、まあ横、これどうしたっけかな。なんか地雷も移したいなーって思ってたんですけど、結構移せないポジションにね、みんないたんですよ。まあ、この小町かな、小町しか移せなかったんで、いや、ほんと全然アンチブロックついててよかった。これアンチブロックついてなかったのね、だいぶ危なかったとか、積んでたね。次エクスカリバーだったから。で、エクスカリバーで、あとここ最近のお気に入りって言ったらあれかな、フォーミュラーアクセル。フォーミュラーアクセルなんか強いわ最近。結局なんか正直あいつもなんか使ってみるまで分からなかったキャラランキングやったら入るね。まあこの23回やった感じだと、23回以外のなんか使った気がするけど忘れちゃった。とりあえずここでも強かったな、ホメラアクセル。前回はホメラアクセルでクリアした気がする。はい、てな感じで中ボスいい感じに削ってますね。んで、大国主。これ踏みにくいね。これ結構もう適当に、つか斜めでなんか、まあダメージオール触れて、殴れればなーって感じで。さあ殴って。OK、この削りはでかいと。で、次が中ボス2なんですけど、その中ボス2を抜けてしまうともうすぐボス戦という形なので、そこまでに善逸をまあこれで善逸で削り切る&左に入れたらなーみたいな感じで。はい、左に入れましたと。はい。で、中ボスに。で、エクスカリバースタート。エクスカリバーのこれが強い。つうのがね。まあ、僕なんかね、何を思ったのか、あ、前日あと、次で回ったら、たまるなとかいう、ここで勘違いを起こしてます。この SS20 ターンだからさ、ああ、4か。次たまるなっていう、謎の、勘違いが入りまして、全然次たまらないのに抜けてしまいます。本当は下った方が良かったね、一周前のステージで。そう、めちゃくちゃ順調にいくとね、全員たまらないんだ。やっぱり即必殺欲しいなって思っちゃったね。俺なんか一応星4号だし、過激モリモリにするかっつって過激持ったんだけど、こいつこういうところでね多く使うんだったら過激いらないな本当に。即必殺と、まあ、過激まあ1個くらいかな。即必殺絶対欲しいなと思った。
善逸即必殺欲しいなって思うシーンね、やっぱ結構多いな、最近使ってて。で、これもね、もう善逸次打てるわーと思ってね、打つんだけど、はい、見てください、今2ってなってるでしょ、善逸が。たまらないんすわ。これで打ってたら最高だったんだけどね、ほら、ニードルも来るし、ダメージオールも来るし、もう全てが整ってるんですよ。だが、あれ？これ今の俺の心境なんだけど、止まってねえじゃん。あ、やばくね？取り直しかこれ。って思ってたんですけど、まあまあまだ希望は捨てずにね、とりあえず上にあんまダメージを与えられない、与えないように、はい、上に行きました。まあでもね、これ一回耐えるとね、その、プニーが復活する蘇生と重なってしまうんで、次どうしてもダメージオールをいっぱい踏みに行かなきゃいけない。下のニードルはね、下に配置しないと使えないんで、そう、縦の動きができなくなるんでね、左下にプニーが出てくるんで。それがやっぱ今回ミスったな。まあでもミスったけど、あ、なるほどなって感じだったので、ちょっとミスください。で、これは小町は、まあダメージオールいっぱい触れられるように善逸を少し下げましたね。で、ここもね、ミスショットしたんですよね。なんか一応まあ善逸触れるかって流れになったんですけど、これ善逸触れない方が良かったかな。ほら、若干上がっちゃうんでね。本当に完璧な予感をしないと、その、ダメージを前日が受けづらいという形になってしまったので、これ良くないなってなって。ほら、デプニが蘇生したでしょ。これで縦感ができなくなりました。これ縦感できたらえらいダメージだったんですけど、まあでもこれもう打つしかないな。ボスもあと2ターンだし、一応横にダメージオールあるんで、横感でゲージ切って、はい、キラーも乗っています。これでワンパンしようかなという形まで持ってきました。さあ、この横感がマジむずかった。でもね、綺麗に決まってくれたね。もう早すぎて、もう残像がすごい。攻撃アップのあれもすごいっていう文言がボコボコボコーンって、はい、てな感じで90万かな。90万自分がダメージを受けてどれぐらい出るか、飛ばせないかなと思ったんですけどね、余裕で飛ばすと。いや、これびっくりした。あ、これぐらいでいくんだ。はい、てな感じでワンパンできたので、まあだいぶなんかミスもあったりして、なんかやらかしたなと思ったシーンがあったけど、無事成功しましたと。で、最後どれぐらいダメージ出たのかなって思って、はい、確認しましたら、僕何年ぶりだろう、2、3年ぶりにダメ最低ダメージ更新したんじゃないかな。これ54億出てるんですけど、やばいっすね。これもっとだってニードルトーカー踏んでたらダメージ伸びてるわけだし、まあ、強化できるところもあるからね。いやー、すごいっすね、善逸。まあ他にもなんか使えるところやっぱり善逸いっぱいあるんでね、はい、ここマジ困ってる人はいいんじゃないですかね。噂通り確かな威力、善逸でした。はい、てな感じで実写なかったんですけど、ご視聴ありがとうございました。